大倉治1一月10日から1992年4月5日は日本の実業家、月経管株式会社元代表取締役会長、12代目当主、1899年1月、京都府京都市伏見区で大倉常吉の長男として生まれる。1923年、東京商科大学を卒業と同時に第一銀行に入校。その後、 月経館株式会社の前身である、大倉常吉商店に入社し、大倉常吉商店、共同酒造株式会社各常務、東京菱油商会、枝醸造研究所株式会社各監査を歴任後、1945年に大倉酒造株式会社代表取締役社長に就任した。冷却装置などの導入により、酒造りの機械化を可能にしたことで、 一年中酒造りができる式醸造を可能にした。趣味は運動。宗教は浄土宗。大倉常吉商店、株式会社社長。なら、堀内義郎の長女。松陰高等女学校卒。大倉治む氏ず4月5日死去日本食料。新聞電子版。2021年3月16日閲覧。人事更新録。 第15繁上引く、国立国会図書館デジタルコレクション、d シリッ i ル l n d l g o j p 2021年3月16日閲覧。朝日放送テレビ新、企業史博物館、www. 朝日 c o j p 2021年3月16日閲覧。4コマ漫画月経館、大倉杉吉物語を公開日本史の未来を、 切り開いた男の挑戦と想像を漫画で紹介。ニュースがつけいかん。月景館。2021年3月16日へ閲覧。大衆人事録。近畿編国立国会図書館デジタルコレクション。disl.ndl.go.jp。2021年3月16日へ閲覧。大倉よしこさん24日死去日本食料。新聞電子版。 2021年3月16日へ閲覧、ありがとうございます。